これを白あんとかね、そういうので使ってんだけど、でも今日は白菊っていうお菓子を作っていただくけど、どういう、これ練り切りって言います。これ練り切りっていうのは白あんとお餅と大和芋で作られています。でまずこうやってね、見るよね、そっちの方ね。ここにしようか。この方がいいか。見づらいかな。消えちゃったね。次はこのね、この緑色のこれ葉っぱになります。葉っぱをそれちょっと潰してここに付けます。こんな感じ。でね、上の方をちょっと絞ります。見える。こんな感じね。水飲みたいな。鼻のしべをつけてあげます。そうすると完成です。それ三角ベラっていう道具で、よく粘土をするとき粘土ベラってあるんじゃない。和菓子にもああいうヘラがあって、そういう道具をね、いろいろ使ったりするから、ね、そうすると美しくできるよね。和菓子はね、いろんな道具があるもんね。はい、ちょうど真ん中にあるように、くっつかないようにしてね、左手にね。大きいのと小さいのがね、売られてる。はい、そうしたらこれもう一回ね、手よく見て、左手をこう、左手をこう、くっついちゃう。真ん中に置きます。こしあんで、これはあのさらっとしてるので、あんこって粒あんっていうのもあるんだよね。ちょっとこう、粒がくっつくんですよね。で、これを白いのを、あん、あ、ほぼうまい、うまい。隠れたね。うまい。上からね。来た。ちょっと待っててね。こしあんをね、そうこう押しながらね、はい、潰してくっつけてみて、ここの脇に、葉っぱの脇に、脇につけてみて、うん、こっちか、大丈夫？シュッとつぼむ、つぼませる。はい。あ、しぼりすぎた。でもね、しぼりつけるとね。そう、いいよいいよ、それで全然。しぼりつけると効くなるから。そんなことない、全然。それで合ってるね、食べられなくなっちゃう。あ、ゆるくわけ。ほら、これ大きいかもしれない。切る。半分でいい。あ、はい、花ちゃんできた。でも、まあそのぐらいなら大丈夫。はい。ちょっと丸める。覚えてるかな。緑がない。あ、緑。はい、今ここ。はい、どうぞ。え、な、焦んなくていいからね。いや、時間の関係で。あ、そうか。あれだよ。おだんこいっぱい持って。ありがとうございます。
高さは上に上がった。上だってもらった。ちょっと高さは高い。チラシ。チラシ。もしよかったらこれ、あの和菓子の色も書いてあるかもしれないので。はい。今日は私も欲しいです。はい。ありがとうございます。すいません、ありがとうございました。いつもありがとうございます。